マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。痩せたいけど、無理なダイエットをして、免疫力が弱ってしまったら怖いなって思いませんか？そもそもウイルスに感染したらダイエットどころではないですよね。そこで今回の動画では、マイナス10キロリバウンドなし、腸活で免疫力も上がって、ここ数年病院とは無縁の私がおすすめする免疫力を上げながら痩せる簡単なレシピがわかるんです。もしあなたがウイルスになんか負けない健康な体になって、そして綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。免疫力もアップ、痩せる腸活神レシピお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ免疫力も上がって結果痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、免疫力を上げて痩せる腸活の神レシピ、材料、作り方、痩せる食べ方注意点、この順番でお話しします。では1つ目の項目です。なぜこのレシピが免疫力を上げてくれて、しかも痩せることができるのでしょうかという、そのねポイント3つあります。まず1つ目、このレシピ召し上がっていただきますと、あなたの腸内環境がね整うんですね。簡単に言うと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができて、バランス良くなって、いつまでもあなたの腸内で住み着いてもらえるという、そういった素晴らしい環境をね作ることができるんです。後ほど詳しくお伝えします。2つ目のポイントはもうズバリここ、免疫力が上がる食材を使うからなんですね。腸管に全体の免疫細胞の約7、8割がいるわけです。ですから逆に言うと、腸内環境がお悪い方っていうのは免疫力が下がってしまうということになるんですね。こんなウイルス、もう本当に戦ってます私たち。そんな時代だからこそ、しっかりとご自分の身はご自分で守る、そして大切な周りの方、ご家族の方も守っていきましょうね。そして3つ目のポイントは、発酵食品だからなんですね。もうこれは1番2番を強化するためにはもう欠かせない食材ということになります。必ず朝昼晩どれか一品でも構いません。発酵しているもの食べてらっしゃいますか？ここがすごくポイントです。でこのレシピでももちろんその発酵食品材料に入ってますから、お楽しみに。ではここから2つ目の項目です。免疫力を上げて痩せる腸活神レシピご紹介します。まずは材料が持つ痩せる効果、そして材料、作り方、痩せる食べ方注意点お伝えしますね。まず使うのはこちら、長芋になります。これはですね、レジスタントスターチという難消化性澱粉、要はこう2種類のね、食物繊維が取れてしまうんですよね。それがすごい。何がすごいかっていうと、めちゃくちゃ消化酵素に強いので大腸までですね届くんですね。もう奥の奥まで。そうするとそこにいる腸内細菌たちのもう大好物の餌となって、痩せる菌、善玉菌がどん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 増えるわけです。そうすると結果、便秘解消、肥満予防、血糖値の急上昇を抑えてくれて、腸がきれいになって、結果あなたは免疫力を上げることができるっていう、この素晴らしい食材が長芋になります。では2つ目の食材はこちらです。もう私も大好きな梅干しになります。ポイントは無添加の梅干しを選びましょう。もう本当にね、梅と食塩とシソだけというね、もう本当田舎のおばあちゃんが作ってくれるような、ああいう無添加の梅干しを選びましょうね。くれぐれもここで人工甘味料などが入ったものを選んでは NG ですよ。でこの梅干しはもうそもそもバニリンというね、脂肪燃焼効果めちゃくちゃあります。そして代謝がアップしてクエン酸効果で、どうしてもね、誰でも食事をとりますと体が酸性へと傾いてしまうのを、すっとこの弱アルカリ性、もともとあったいい状態、中和にね持っていってくれるわけです。そうすると錆びない体、イコール免疫力も下がらないという、そういった効果があります。でここから免疫力に関するお話を追加でいたします。こちら梅ポリフェノールが、抗インフルエンザに作用するということはもう前から分かっていたんですが、ここ最近ですね、なんとコロナウイルスに対する阻害効果も
研究結果で、出たんですよね。こちらの大学の研究結果です。で、簡単に言うと、コロナウイルスの感染性だったりウイルスの増殖性ですよね、が減少したっていうね、優れた効果があるっていうことが分かったわけです。ですから必ず梅干し1日1個召し上がると、本当にね、先ほどの長芋の効果と梅干し効果でめちゃくちゃ免疫力を上げて、しかも腸内環境が整って、あなたは健康的に痩せることができるんです。そして3つ目の材料はこちらです。もう欠かせない発酵食品ですよ。鰹節は発酵食品です。手軽に簡単取れますよね。ですから今回のレシピでも使っています。で、鰹節もリシンという成分で脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があります。で、また栄養価がすごく高いんですよね。とっても低脂質のタンパク質も吸収力アップできますから、ぜひ痩せるにはタンパク質が欠かせませんので、パパッと振りかけて簡単に使える鰹節、味方につけてください。そしてね、必須アミノ酸もなんと9種類も取れちゃいますし、あなたの暴走する食欲も抑える効果があるのがこのね、鰹節になるんです。ではここから材料、作り方、痩せる食べ方、注意点についてこの順番でお伝えしますね。まずこちら、免疫を上げる腸活レシピということで、材料はお一人から分けてお二人分までが目安です。もうたったの3つだけ。長芋 100g、 梅干し無添加ですね1個、鰹節は適量ご準備しましょう。そして作り方です。1、長芋は皮をね、剥いて棒状にカットしてください。2、梅干しの種を取って叩いて潰してペースト状にしましょう。3、この長芋と梅干しをあえて、あとはご自身のお好みで鰹節を振りかけたら、もうそれだけであっという間に完成です。ここでちょっとバリエーション増やしたいなっていう方は、無添加のポン酢であったり醤油、発酵食品ですねをちょい足ししてもおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。ただ痩せればいいってもんではありませんよね。私たち女性は健康的で綺麗に痩せたいって誰でも思うと思います。そこでやはり健康がベース、イコールウイルスに負けない今回腸活レシピ、私が大好きなお気に入りの一品をご準備してお伝えしました。ぜひね、簡単ですからすぐ作ってみてくださいね。この動画のお話は以上になります。もし役に立ったなって思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもどしどしいただけますと、もうとっても励みになっております。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。